はい、よしです。今回はですね、フリマサイトの方で、ゲットした、商品ちょっと紹介したいと思います。全部一応動作確認済みだったと思います。じゃあ一個ずつちょっと紹介したいと思います。まず最初ですね、これファリア、ちょっとやったことないんですけども、パッケージって言いますか、この絵面がいいんじゃないかなと思ってですね、これちょっと買おうかなと思ったのが、ハイスコアって会社の商品なんですよね。あれですよね、なんかゾンビハンターとかのメーカーですよね。で結構ハイスコアってメーカーの名前を読み上げる、棒読みみたいな感じで読み上げるのが結構好きでですね、ちょっとこれもそんな感じの音声が入ってるのかなとかっていうのもちょっと気になってですね、ちょっと購入しました。どんなゲームなんだかはちょっと全然知らないです。そのうちまたゾンビハンターもちょっと手に入れたいですね。まあジャンクは絶対ないと思うので、どっか中古で探して買おうと思います。ハイスコアの商品ですね。で次ですね、これはなんかいろいろ完品みたいな感じで書いてあったんですけども、スーパー CD ロムロムのウィザードリー5ですね。なんかすごい綺麗ですねこれ。なんかケースだけ新しくしたような感じも感じられますね。ちょっと盤面の方は傷はほとんどなくていいんじゃないですかね。で耳もあって、トリセツも結構綺麗ですね。そうですね、すごい綺麗ですねトリセツが。ウィザードリーは、かなりちょっと思い入れがあるので、そのうちちょっとゆっくりやってみたいと思います。すごい綺麗ですねこれ。これはちなみにこのファリアはですね、駿河屋さんですと890円ですね。で購入者価格は780円でした。フリマサイト、これどっちだったかな、メルカリだか、ペイペイフリマ、どっちだったかな。まあそんな感じですねフリマサイトで、780円で購入しました。で890円ですね、駿河屋さんですと。でウィザードリー5の方は、これは、メルカリでしたね確か。メルカリで1060円だったんですけども、駿河屋さんですと1260円ですね。まあちょっとだけお得に買えたみたいな感じですね。で次ですね、これはスーファミのソフト、こんな感じでまとめて、5本ですね、5本買いました。これちょっと1本1本紹介したいと思います。1本ちょっと値段調べたら結構値段高いのがあってですね、ちょっとびっくりしましたね。まとめて5本まとめて、これはどっちだったかな、どっちだったかな、あこれペイペイフリマか、こっちもペイペイフリマだ、こっちもペイペイフリマでしたね。でまずどれかよくか、あこれが欲しかったんですよ。サンドラの大冒険、ワルキューレの、ワルキューレとの出会いで、なんかワルキューレと出会う前の話が入ってるんですかね、の舞台らしいんですよね。なんかでこれなんか YouTube で他の方が、やってる動画を見てですね、ちょっと欲しくなっちゃいましたね。前日談だったかな、なんかでワルキューレの冒険は、やりたいやりたいと思ってるんですけども全然やってないです。ファミコンのやつは、攻略サイトのやつプリントアウトしてやる準備は万端なんですけどもまだ全然やってないですねで次ですね、ファイナルファイト、これ買いました。これいくらなのかな、調べてきました。駿河屋さんで600円ですね。
なので割とお買い得に買いました。でこれ実は持ってるんですけども、持ってるやつ、僕のやつは、裏がちょっと結構焼けてたので、かなりちょっと綺麗な状態だったので、これがいいっすね。これ、600円のやつですね。で次ですね、銀河英雄伝説、これなんか我々とかちょっとあの小さいって中学生とか高校生ぐらいかな、なんか結構流行った小説なんですよね。小説だったと思いますね。で中身とかは全然知らないんですけども、X68000 とかそこら辺結構ゲームとか出てたんですかね。でスーパーファミコンのやつはちょっと初めて見たので良かったと思います。変えて負けプレイ、これ駿河屋さんのやつではなかったんですけども、駿河屋さんの負けプレイで、700円ですね。それなりに値段しますよね。で次ですね、ミッキーの東京ディズニーランド大冒険、これは一番安かったですね。でも結構状態がいいんですよね、なんかみんな。でこれ360円ですね、駿河屋さんですと。なので、これが一番安かったんですけども、次ですね、ウルフェンシュタイン 3D、 これはあれですよね、知る人ぞ知るあの FPS なんですかね、当時の、スーパーファミコンの。なので、スーパーファミコンマウス対応なんですよね。でこれ割と僕俺やったこと、あでもなんかやった記憶があるな、なんで やった記憶なのかな、なんか YouTube で見た記憶なのかな、ちょっとそこら辺が曖昧なんですけど、でもスーパーファミコンマウス使ってやった記憶はないですねなんであれなんですけど、まあちょっとあのかなり有名なソフトで、これ、負けプレですと2797円ってかなり高額ですよね。箱割りだったらもうかなりあれですよね、1万クラスいっちゃうようなソフトですよね。なのでかなりちょっとこれお買い得ですね。でこのスーパーミコンは全部、合わせて5本で1200円で買ったので、スーパー激安でゲットしました。もダブってるソフトはこれだけだったので、しかもこれはあのかなり綺麗なやつ手に入れたので、これはこれでいいかなと思いますね。でファイナルファイトってあれですよね、これは結構値段安いんですけれども、スーパーファミコンのやつでも他のやつってかなり高額ですよね。ガイとかタフとかあそこら辺とかもちょっと今後ですね、ちょっとお得にちょっとゲットしたいなと思いますね。でちなみに僕は、ファイナルファイトのメガ CD 版のやつ持ってますね。3000円ぐらいでハードオフの中古で買ったんですけども、まあそれとかとちょっと比べてみるのも面白いかもしれないですよね、ちょっとどんな感じなのか。で今日はこんな感じで、フリマサイト中心に、ゲットした商品、紹介させていただきました。かなりちょっと、まあお得なのはウルフェンシュタインだったんですけども、やってみたいのはもう第1位はもうあれです、サンドラの大冒険ですね。であとウィザードリー5、これもやってみたいですね。ウルフェンシュタインはちょっとだけ地味程度でやってみたいかなって感じですね。なんでこんな感じで今日はですね、フリマサイトで買ってスーパーファミコン、PC エンジンの CD ロム、スーパー CD ロムのものですね、あとファミコンのソフト、購入品紹介させていただきました。こんな感じで、ゲーム関係の動画を上げております。ゲーム機本体のメンテナンスですとか、この間はスーパーファミコンのソフトですね、プレミアムソフトが、外装も内装中身も、破損してたのを、修理した動画上げました。そんな感じのやつですとか、まあ、メンテナンス修理、あとは改造ですとか、ゲーム関係、全般やっております。購入品紹介、メインではあるかと思うんですけれども、そういったのもですね、いろいろちょっと企画して、取り組んでおりますので、チャンネル登録、グッドボタンを押していただきますとですね、疲れていても動画作ろうかなと思って思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。また見に来てください。ではまた。